挨拶のストインパラダイス、どうも黒です。というわけで本日も始まりました、面白い作品をより面白くするための考察チャンネルのお時間でございます。本日もこちら呪術廻戦最新199話までの内容を含みます。単行本派の方、未読の方はネタバレご注意ください。そしてまだ見ていない方はこれらの動画を見てからこの動画を見てください。はい、毎日毎日最新199話の話ですかいと。なんでそんなに動画にできますねんって思うと思うんですけれども、それぐらい199話は情報量がめちゃくちゃ多い回だったということです。今日の動画は天使の思想から読み解く新たな可能性、これについて考えていきたいと思います。実はこの天使の思想みたいなものっていうのは以前の呪術廻戦でも似たようなものが描かれている。今回はそことも比較をしながらクルスハナ、天使の中身にスポットを当てて考えていきたいと思います。クルスハナの中に宿っていた天使の目的っていうのが受肉したプレイヤーの一掃。そもそも天使さん、なぜ受肉したプレイヤー狙うんですかいということなんですが、この受肉したプレイヤーたちっていうのは声にしろ無意識にしろ受肉の過程で元の器の自我を殺し沈めていると。つまり元々の人間に受肉しました、呪物が上書きしちゃっても元の人間の要素が全然なくなっちゃいましたよと。これが天使にとって神の断りに反すると。神とは何ぞやっていうことなんですけれども、これは天使の心情に簡単に名前を付けたっていうことで、神にそこまでスポットを当てる必要はないかなと思っております。天使はそういう思想なので、天使自身は元の器の自我を殺さない、強制という形を取り、クルスハナと天使の2つの自我がある状態を保っている。この天使の思想は元の人間の生命を重んじているということなのだろうか。宗教上の理由で私は何々の肉食べませんみたいなものなのでしょうか。だとしたらですよ、天使がそういった思想ならば、同じように星晶体と共生しているような天元はどうでしょうか。天元は500年に一度星晶体、天元と適合する人間と同化し肉体の情報を書き換える。天元も星晶体っていう器と適合することによって肉体の情報を書き換えている。これだけ聞いてしまうと、天使がね、神の断りに反すると言っている呪物の上書きと似たようなものになってしまうんじゃないかと。しかし天元と星晶体の同化の場合は声が残るっていうことが分かっております。これは17巻で天元がつくむうきと会った時に、12年前星晶体との同化に失敗してから老化は加速し、私の子としての自我は消え、天地そのものが私の自我となったんだ。あの時星晶体がもう一人いたわけじゃなかったのか、道理で声が増えないわけだと。このセリフから推測するには、どうやら天元は星晶体と同化をちゃんとできた場合は声って呼ばれるものが増えるらしいんですね。なので天元の中にはもしかしたら今まで同化してきた過去のね、器たち、星晶体たちの声が残っている。つまり天元は今までの星晶体たちと共生している可能性があると。さっきまでの天元は500年に一度星晶体、天元と適合する人間と同化し肉体の情報を書き換えるだけだと天使が言う神の断りに反する、そこに値しそうですが、天元は同化した星晶体の声が増えるかもしれないっていうことで、それだったら神の断りに反さない、天元と星晶体は共生してるとも言えそうです。その場合、天使は天元の同化をどう思っているのか。17巻で天元は天使のことを、死滅回遊に参加しているプレイヤーの中に天使を名乗る千年前の術師がいる。彼女の術式はあらゆる術式を消滅させるっていうことが言われております。天使は千年前の術師ということで、千年前に存在していたスクナと同じような時代の術師だっていうことがわかります。同じように天元も不死の術師ということで、千年以上前からも存在していると思われます。今まで出ていた天使、今回出てきた打点にも同じく天っていう文字が含まれており、その天の元と書く天元、この思想の原点には関係性があるのか。先ほどもお伝えしたように、天元と星晶体の同化は単純な上書きする受肉とは違って、天使の思想である強制寄りだと思われる。この天使の宗教寄りの思想、もし天使がこの天元のあり方を信仰しているのだとしたら、過去編のある部分と共通点がある。過去編に登場した天元様を信仰崇拝する宗教団体、万世教、時の器の会、もし天使の思想がこのように元の器の自我を殺さない、強制を望んでることが天元と星晶体の同化のような考え方ならば、この天元様を信仰崇拝する宗教団体の
始祖的な立ち位置の人物が1000年前の天使とかかもしれないと。これはちょっと偏っていそうな天使の思想、そして信仰上の理由から事物の上書きを許しません、器の自我も残すべきみたいな考え方、ちょっと宗教チックな考え方であること、そして同じような考え方が呪術廻戦の過去編には登場しているということ、今回の引きで宿儺が打点だっていうことが明らかになったということで、もしかしたらこの先は1000年前のエピソードなんかも描かれるかもしれない。その場合宿儺や天使、裏梅や賢者、もしそこに天元なんかも出てきたら、実はもともと関係性があり、そこでの考え方のいざこざによってちょっと分離したみたいな、それぞれ分かれてそれが進んでって今現在になっていると。なので宿儺みたいな思想や天使みたいな思想や賢者みたいな思想や大元の天元のような存在がいる、そういう風な考え方もできるんじゃないかっていうお話でございました。さらに今回の第199話でクルサナが以前からも伏黒恵のことを知っているような描かれ方がされたということで、そこに対してこのようなコメントをいただきました。伏黒と天使のつながりって小説第1話休日回戦に出てきたエンジェルメイド喫茶ショーワルキューピッドしか思いつかなかった。こちらが小説第1弾。確かに僕も今回天使と伏黒がもしかしたらつながりがあったかもしれない一方的にっていうことで過去のエピソードも見返しましたが、まあおそらくね出てきていないですよね。しかしコメントでもいただいてたように、この小説の中にはちょっとした天使要素っていうのが出てきております。ここでの休日回戦というエピソードの中で秋葉原にね虎杖と伏黒が行くんですけれども、そこで不意に五条悟を見つけて、その五条悟を尾行してついていって、そのままの流れでメイド喫茶に入ってしまうっていうね出来事があるんですが、そこでのメイド喫茶の名前がエンジェルメイド喫茶ショーワルキューピッドっていう名前なんですよね。とにかくそこに入り虎杖も伏黒も天使の格好をさせられると、ちゃんと羽をつけて輪っかもつけるんですよね。なのでもしかしたら本編じゃなくて世界線が繋がってるかは分かりませんが、小説の一部分みたいなところが本編に繋がったら面白いよねっていう話。ちなみにここでね虎杖と伏黒とそのメイドさんで撮ったであろう写真もおまけで出てるんですけれども、そこに写ってる女の子はクルス花っぽくはないのでこの子ではないとは思うんですが、実は小説版にも天使要素はすでに出ていた、さらにそこに伏黒も居合わせてるよっていうお話でございました。今後クルスタナがどのような流れで伏黒を知ったのかっていうのは明らかになると思うんですけれども、一応本編だけではなくこういう盲点となっているような小説版も読んでおくと、もしかしたら繋がることもあるかもしれない。ちなみにファミレスゴストでジョーゴさんの暴走の前に逃げたバイト君みたいな人も、実はもう一つの小説版で似たような人が出てきたり、ちょっとした繋がりっぽいものもあったりもするので、そういうところも見ると小説版は面白いです。ぜひ皆様の意見や感想考察も下のコメント欄で教えてください。改めて第199話情報量多すぎって思った方は高評価、コメント、そして僕の動画投稿のモチベーションが上がるチャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いいたします。考察最高。では。